本校では1878年までの名称である白川郡及びその前身的な存在である高野郡についても述べる人口29,559人面積620.95 k 平方メートル人口密度47.6人 km 方メートル以下の3町一村を含む1878年に行政区画として発足した当時の域は 上記三町一村に石川郡古戸の町を加えた地域にあたる。東白川郡の旧省である白川郡は、元は白川郡の一部であったが、十世紀に表された和明王将の中期に、入リのツネヨ、タ異常の4号は別に、高野郡を編成して白川郡から分離するとあり、和明王将が成立する十世紀半ばまでに南東部が高野郡として分立していた。 室町時代に入ると北郷と南郷に分かれて故障され、戦国時代には高野軍全体がもっぱら南郷と呼ばれるようになった。この時代には白川祐希氏が高野軍を支配していたが、後に佐竹氏が進出して高野軍を支配する。特に伊上里は豊臣政権によって佐竹氏の支配を認められると、そのまま日立国久事軍に編入されて、 近代以降は、茨城県に属した。江戸時代に入っても、高野軍の故障は残っていたが、漢文年間に白川軍に吸収される。その後、元禄年間に、両軍は再度分離されるが、旧高野軍の地域は、白川軍と解消した。ただし、白川と白川と同音維持に過ぎず、江戸時代以前においても白川軍を、 白川軍と記した文書が残されるなど紛らわしいものであった。1、田名倉町に、高城村三豊里村4、石井村5、常豊村6、笹原村7、鮫川村8、竹抜村9、宮本村10、釈川村11、高野村12、地高津村13、山岡村。ありがとうございます。